こんにちは。あきこです。今日もインドからお届けします。えっ、ー、と前回えー、グレゴリーさんの動画、本当にたくさんの反響いただいてありがとうございました。 やっぱもう UFO コンタクトとかね宇宙人とかがもう当たり前の時代になってくるんだなっていうのとあとやっぱりそのなんていうのてう興味本位でっていうよりもそこに結構重要なあのポイントがあるので詳しくそこら辺のところをグレゴリーさんにねあのお話ししていただきましたまだ見てない方あの概要欄に貼っておきますのでぜひ見てみてください。 で今日は、えー、とちょっとねその関連した話でスターシーシドととか宇宙の話をしたいい思っていますで今,今っていう時はね本当にその UFO コンタクトが始まったり宇宙人がね実際降りてきてっていうことが私たちが生きている間に、あのー、会えるっていうのはねすごい楽しい時だと思うんですけどこれって本当にこの人類がこのね 目に見える世界を信じていなかった人類がねだん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 もう認めざるを得ないあの何、ー、ていうの、えー、地球にいない生命体 <laughs> を信じる時がね地球外生命体かを信じる時が、あのー、来てやっぱり目の前に現れちゃったらねもう信じざるを得ないわけで。 なんかそこら辺のところでやっぱりこの宇宙のことに興味があったりあの宇宙由来の魂のえと皆さん私も含めてこのスタジードの人たちがえやっぱり何て言うのキーポイントになってくるんじゃないかなと思っています。 でえー、と私たちはね今これ見てくださってる皆さん私も含めてやっぱり宇宙でいろんな経験をしてきてるスターシーシドななんんでですねで宇宙でいろんな経験してきてきるって何で分かるかっていうとやっぱ地球に来るのに一番最初にやっぱりこう生まれて生まれたところっていうのはあのソースとかね大元のところから生まれてでいろんな星を経由してあの今ここにいるんですけれども。 な一つだけの星っていうことはないしんかいきなり地球っていうことは多分難しいんだと思うんですよねどっかで生まれてで地球に来るって地球に来て地球に転生するっていう形になると思うからあの一つだけではないっていことなんですよ生まれた場所が地球っていうことはほとんどいないんじゃないかなと思うんですね。だからあのたくさん星があるわけだから でこの,あの,他の星を経由してね来る時にやっぱこの地球の次元まで、えー、と周波数を落としてやっぱり高次元ほとんどの星が高次元になりますので高次元の星からこの地球ってやっぱりこの物質でここでだから私たちが生きてるだけで結構すごいってあの当たり前のようになっちゃってますけど。 全くその物質化してない星の存在からしたら難しいことをやってるんですよねそこを体験するっていうのはやっぱすごいことでここまでやっぱり来るのにな何個も星を経由してあのここに来るっていうことをやっ,ぱやってたりするんですよだからあの宇宙での経験が本当にたくさんあってあの宇宙のルールのことはなんか魂ではあの分かってるんですよね。 だけどやっぱ地球っていうのはこういろんなルールがめちゃくちゃになっててやっぱこう力が出ないようになっていたりうんい,い,よい,い,よはいいいいよよ感情が出るようにねなっていたりとかまあいろいろですけれどもであの地球っていうのはねあの今まではそういう感じの星だったんですけれどもあのこの宇宙とかねなんでこう宇宙人とかっていうのはやっぱ周波数でもう宇宙レベルにあの地球がなっていくっていうことなんですね。そこに 先駆けてあの私たちがこうやって生まれてきていたり、えー、とそのディスクロージャーですねあの政府があの UFO を認めたり宇宙人を認めたりであの彼らはとても有効的な存在ですごい進んでるんですよね進んだ存在たちでその周波数でいろんなことをあのやっぱりこう地球では不可能と思われているようなことをあのどんどん可能になっていくっていうことなんですね。だから今ある問題とかもこうやっぱり このディスクロージャーでねこの宇宙人とかね宇宙のと UFO とか政府が認めることによってその周波数でバーっとこうバっとひっくり返っちゃうんじゃないかなって思いますので。 ま,あまずねあのこういうことを理解している私たちがねあのどん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 何て言うのかな活躍する時だと思いますし、えー、そういうディスクロージャーが本当に本格的に始まろうとしている時まあもう始まってるんだと思うんですけどもう何て言うのかな 私たたちが生きている間に UFO UFO を見たり、UFO、コンタクトそして宇宙人とかねあのそういうことが当たり前になってくるんじゃないかと思いますのでその感覚を大事にしていくことがあの大事だと思いますなぜなら私たちが宇宙でいろんな経験をしているからということなんですね。でやっぱ一つだけではないんですよ。いろんな星を経由してきていてしかもやっぱ今今世の中で家族っていますよね。 あの私もお父さんお母さんとか兄弟いますけどそれその家族以上に深いそして長い、えー、時を共有している家族っていうのが宇宙にいるんですよね。で宇宙の,あの仲間たちもそうなんですけれどもその家族たちとのコンタクトを私たちがやり始めたりとかその UFO に載ってるのがね本当にその家族だったり私たちが生まれる前にえっ、ー、と 生まれる前からですね見守ってくれてるってこの間グレゴリーさんも言ってましたけれどもそんな存在たちだ私たちはこうやって地球に生まれてくるのはやっぱある程度計画して生まれてきていてそこもあの自分では忘れていますけれどもあの彼らはやっぱちゃんと分かっていてで私たちが準備できたところであの彼らとのコンタクトが始まるっていうことなんですね。 だから私たちのことをもう私たち以上に分かっている存在たちとの,あのコンタクトそしてあの家族なんですよえ自分の故郷の星の存在たちとコンタクトを取るっていうことですねでほとんどの方たちがえ天の川銀河の中の星を経由してきていますしそこにやっぱり宇宙の家族がたくさんいると思うんですね。 でその、えー、家族と共にね、えー、この地球にいながらコンタクトが取れるってすごいことですし家族ですからでそこでの経験があるというのはふるさとなんですよね。とだから、えー、と大事な ポイントであるっていうこととやっぱりこうやって生まれてきて今世の自分だけではもちろんなくて地球だけのねあの転生だって思いがちだと思うけどそうではなくて宇宙での経験が本当に多くてそこでの家族たちの再会そしてコンタクトっていうのが、えー、私たち自身一人一人ができることでもありますのでそれも楽しみにしていくといいと思います。でスターシーシドの皆さんあの私も含めて やっぱりここのところのなんていうの時代の変革期ですね、えー。地球の変わり目。ここは多分えー、っと前の時っていうのかな、何回か地球には訪問していると思うんですね。私とか多分皆さんの中でも何回か地球を訪問してたりするから。 あのレムリアとかアトランティスの時とかまた違う時にいろいろ地球のことをやってきててだけどまあ総仕上げの時っていうのがここからどんどんアセンションしていくけれども本当に変わり目のところのポイントに来ているんだと思いますのでなんかそこら辺の本当に一大イベントですよねあのこのイベントをねどんどん楽しんでいくといいと思いますしあの実際ただの夢物語ではなくて実際 本当にこう待ち望んでいた時が来てるんだなと思いますのであのワクワクね楽しみにしていきましょうそして私たちのそのちょっと進んだ意識何か何言ってんだって思う方もいるかもしれないけどやっぱり進んだ意識なんだと思うんですねあの最近やっぱアルクトゥルスと結構つながることが多くて。 あの私たちの,その天の川銀河の天の川銀河だけではないと思うんですけど地球のは天の川銀河にありますので,でそこの周りの星をやっぱり経由してきてるんですよどこか遠いあの宇宙から来てる方もいると思うんだけどいろんな星を経由してきているので天の川銀河ともすごくの中の星ともすごく縁があるってことなんですね。 で私とかの場合だとアルクトゥルスとかやっぱ結構縁があって、えー、とコンタクトをしたりとか、えー、いろいろ調べたりもしてるんですけど本当に進んでるんですよね。もうあのー でその進んでるからあのやっぱ地球のこう変革期にあのいろいろサポートしていたい地球だけ,だけではなくていろんな星のサポートもしているみたいなんですけど縁、えー、がやっぱりすごく深いってことですねなんか懐かしいのとやっぱりそのテクノロジーとかその考え方というかもう,こう無条件の愛ですからそこが本当にすごいホッとするんですよね。宇宙意識っていうのはあのはあ なんで SF 映画とかっていうことよりも本当に無条件の愛であって進んでるからすごい安心するほっとするっていうことなんですね。ああこういう世界が本当にああそうだそうだあったっていうこととあとやっぱりその周波数であのいろんなことができるっていうことが分かってるのでああよかったこういう世界があってよかったっていうことですね。ででそこら辺のここららののとが本当に地球であのこれからで 今もさどんどんいろんなことがシンクロして叶ってる方多いと思うんだけどこれからもっともっとそうなっていくから面白い時だと思うんですね。そうだから宇宙意識っていうのは、えー、となんか夢物語ではなくて進んだ意識であるっていうことですね。で私たちはもうその辺りの経験がありますので、えー、魂では分かってるんですよ。だからなんからその魂で分かってていることをあの信じて え進むといいううことでこでのの感覚っていうのは誰にも分かんないですよ誰にも分かんないっていうのは共有することはできるけど感覚を感じることができるのは自分しかいないですからあのそれを感じながらあの進んでいただけたらと思います。ねえほにスターシードとかあの宇宙のこと UFO のこととか宇宙人のことすごい遠くのものだったものが本当に身近になりリアルになっていく。 あの時なんだなと思いますので皆さんのその感覚は合ってますかね正しいですからそして今世の自分だけではなくていろんな星で経由してきていろんな体験してきてそして大事な家族があのいるんですね今の家族と同じようにあの今の家族以上に大事な存在たちがえ今コンタクトしてきてくれているっていうあのこんな素晴らしいことなんですよね。 だからね、そのご自身のね感覚を信じて進んでいただければと思います。えっ、ー、と今日はね、スターシードとか宇宙の話を、えー、させていただきました。ね、本当にこんな楽しい時が来たんだなと思いますので、YouTube チャンネルの中でも私はなんかこう簡単な、えー、潜在意識の話とか。 まあその内側のね話をしてきていますけれどもあの一番やりたいところというのはね宇宙のことを一番やりたいというのがありますので,で宇宙のコンタクトとか宇宙の話というのはえと私たちの周波数を上げた状態じゃないとやっぱあんまり理解できないんですよ。なんて言ううだろうなはあみたいになっちゃうんですね。 だから、えー、と今まで、ね、手放しとかあのブロック解除とか潜在識書き換えて重い周波数をなぜ手放してきているかっていうのはやっぱこの周波数に合わせていくっていうことをあの今までやってきたっていうことだと思いますし、まあ、これからも、ね、コツコツやっていくと思うんですけれどもあの、ね、あのこういうことを、ね、どんどん楽しんでいきましょう。ではではありがとうございました。